も、やっていけたらなと思うので、はい、自分ちょっと音楽をこう DJ というか、あ、実はちょっとやっているので、はい、まあ、そういうのをまたいろんな方から吸収してですね、はい、まあ、勉強したいですし、でまたあのこう周りの子供たちとかにね、それを分かりやすく伝えきれたらなと、はい、こう今から育つ子たちにこういうことに興味を持ってちゃんとキラキラとした大人になってもらいたいな。ああ、そうですね、はい、思っております。また何か他に、なんかつい最近までやった個展とかの、あ、はい、まあ今やってる個展がこの、この絞り展、あともハイツトロンコアフェイトっていう、はい、まあ、展示が日曜日まで でこの前がですね、おっぱい展というものをやりまして、こちらですね、すごい興味があったんですよ、ね、あ、一応本当に、先々週終わったばっかりの個展だったんですけど、はい、まあ、沖縄県内のですね、まあ、20歳から、67歳までの、モデルさんを募集して、50人以上の方のおっぱい写真も撮ってそれを展示するという企画だったんですけど、すごいですね、はい、でまあ、写真だけではなくて、まあ、おっぱいを本当にかっこよく描いたイラストとかですね、はい、あと、まあ、もうガチの職人さんが、作った箸置きとかですね、はい、まあ、販売とかしたりとかですね、はい、やっておりましたね。で来場者もなんと、まあ、1週間あったんですけど、はい、630名、わ、すごいですね、はい、お越しいただきました、はい、いやー、もうこのやはりおっぱい店ってなんかちょっとやらしいんじゃないのって思ってる人もいると思いますけど、そうですね、もう、はい、主催者本人はもう本当に真面目に真剣に、はい、もうおっぱいに、あ、おっぱいを撮って、しかもこの方も写真家なんですけど、はい、この方もおっぱいを撮るためだけに写真家になって、でこの個展に関して100万円の投資をしたんですって。もう本当に本気でおっぱいが好き です、ね、本気のおっぱい好きで、もう真面目におっぱいを写真撮ってですね、まあ、アートって言えば結局あれですよね、こういうあの、まあ、肉体美みたいなところも、はい、そうですね、彫刻とかではやはりありますので、はい、だから、まあ、エロスもありますけど、はい、そうじゃないちゃんとした魅力っていうのをちゃんと伝えきれるのがやはりアートなのかな。あ、そうですね、はいはい、でやっぱあの彼みたいにやっぱ信念を持って、はい、あの誰かにこう表現したいっていうのを持ってますから、はい、それももう立派なアートになりましたね、この今回の個展、はい、すごいですね、このおっぱいっていうのは、それこそこれが反響につながっているところだと僕は思うんですよね。そうですね、はい、おっぱい展の効果はだいぶ強かったですね。やっぱりみんなおっぱい好きなんだなという感じで、はい、嫌いな人はいないんですよ。あ、そうですね、まあ、なかなか、まず生まれてきたらまずおっぱいから立ち触ります、ね、そうですね、僕は最初に見るものですから、ね、そうですね、はい、哺乳類はみんなそうですから、ね、そうですね、はい、なしでは生きていけませんから、ね、なしで生まれてきて、ね、はい、皆さん感謝してくださいそうですね、おっぱいの話になってしまいました失礼いたしました。いやでもこれすごくですね、本当に、はい、なんかいい試みだなっていうか、はい、これこそまさにアートだなって思う試みなので、はい、じゃあぜひちょっと紹介していただきたいなと思って、はい、ちょっとこれを書いたんですが、はいはい、でまあもっとたどると、まあ宜野湾出身の小羽倉達也さんっていう写真家がいて、はい、まあ、その方はまた写真の展示と、その前にはあとブラジルさんという、この方はすごい方で、日本芸術出版社主催の、まあ、コンテスト、もうこれ全国的な、はいはい、もうガチの写真家たちが、まあ、応募して、まあ、もうガチの審査員に審査されてやるコンテストなんですけど、はい、まあ、それにも入賞した方が、すごいですね、でこの前も、まあ、朝日さんの、はい、もうコンテスト、これも、まあ、ガチな写真家たちのコンテストなんですけど、そういうのも入選したばっかりで、はい、もうその方が、まあ、うちでやっていただけたという、まあ、非常に光栄なんですけど、まあ、僕的には、まあ、展示としてはもう一番それが、まあ、ギャラリーとして、まあ、これは個展だっていうのをなんか、まあ、思い知らされたっていうか、はい、まあ、もうギャラリーをやっていこうっていうみたいな、ちょっと僕的にもなんかこの
いい刺激を受けたんですね。とにかくとりあえずちょっと見てもらわないとあんまり伝えづらいんですけど、はい、そうですよね、はい、やはりアートっていうのはなんか口でははいそうですね伝えきれないものだと思いますので、はい、なんか展示方法とかもですね、はい、やっぱりちょっとプロ級で、はい、並び方も良くてなんか照明との組み合わせとかですね写真の影とこの照明の影の位置も全部丁寧に展示されてて、はいはい、ちょっと、はい、とてもいい個展でしたね。なんか素敵ですね、はい、ちょっとまあ、ツイキャスの方のコメントで、はい、先ほどのメイグさんのマジっすか本気で利用考えますということです。ああぜひよろしくお願いいたします。沖縄県内の方なんですか。そうです、うちのスタッフです。あそうなんですか。はい、よろしくお願いします、はい、実はギャラリーメインとしてはアートギャラリーなんですけど、はい、たまにうちちょっとコーヒーとかお酒も飲めるんですね、はい、でまあたまに連絡いただけるとバーとしてオープンして特に何も展示がない日でもですね、はい、普通にバーとしてオープンして、まあ、飲んで飲むだけとかあと、まあ、連絡いただければなんか貸し切りパーティーも受け付けてますし、あとすごいですね写真家の方にたまに、まあ、スタジオとして借りたいという希望もありますので、ちょっと機材の設備があまり良くないんですけど、スタジオとしてもですね、はい、ただ、まあ、持参していただければ、はい、もう全然ご利用可能ですので、そういった形でもですね。実はこの前もまた、このブラジルさんのこの個展で、はい、またこのギャラリースペースとこのカフェスペースとちょっとまた別の部屋なんですけど、ギャラリースペースでブラジルさんの個展をして、でこのカフェスペースのところで、まあ、DJ ちょっとした DJ イベントするというスタイルもやったことあります。すごいですね、はい、いろいろ使えるのでもしよければよろしくお願いいたします。あじゃあもう DJ イベントがあるんであれば僕もぜひぜひお願いします、はい、よろしくお願いします。これももう本当にあまりよろしくない機材ですし よろしくないっていうか、はい、まあ、そんな爆音もできませんですし音量制限はあるんですけど、はい、まあでも、はい、普通に楽しめる程度にはできたのでよければ、はい、まあ、音をですね楽しむっていうのもちょっと芸術性を持たせれば、はい、全然爆音じゃなくても、はい、もう楽しめる雰囲気作れると思う。ああそうですね、はい、ここはもうですねリスナーの皆さんも、ね、期待していただいていいと思います。よろしくお願いします。あと予定されている展示イベントとかも教えてください、ね、今から何か予定されているイベントとかは。あ今ですねちょっとまだ候補がいくつかあるんですけど、ちょっとまだ明確的にちょっと日にちがもうそろそろ決まる頃ではあるんですけど、まだちょっと、はい、ちゃんと決まってないのでちょっと公開できないではあるんですけど、今ただもうスタジオ予約とこのさっき言ったバー予約とかが多くてですね、でまあ今はまだ明確にちょっと展示の方が決まってないので今、まあ、予定としては今それだけしかないんですけど、はい、まあ、ちょっと喋るとまあ現役芸大生の方の、まあ、まあ、絵の展示とか、あとスプレーアーティストのちょっと展示とか、まあ、これも仮予定なんですけど、はい、という感じの話は出てますね。はい、すごいですね。今後もいっぱい展示の予定があるということなので、メイグさん、すごい興味津々なので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。他にも、リスナーの皆さんとかですね、多分、興味のある方、いっぱいいらっしゃると思います。ビーチの方も聞こえてますかね。ビーチの方でもこのなんか私宜野湾に住んでてアートすごく興味があるんですよって方はもう本当にぜひですねこのギャラリーピンナップの方お越しいただいて、はい、身近にこのアートを感じていただきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと時間の方がですね40分回りますので一度CM を入れたいと思うんですが、まあ、その前に今日ははい、一応テーマが怖い話。怖い話、はい、はい、ということで大丈夫ですか。あ、はい。すいません、ちょっとそうそう雑談、はい、いや大丈夫です。はいはい、怖い話ですね。はい、はい、本当にもう経験ないんですけど、もう、はい、もう日頃の生活で例えば歯磨いてたら洗顔だったとかそういうもう地味な怖さをなんか恐怖経験ないんですけど、僕が本当に霊感がなくてですね、はいはい、でもむちゃくちゃ心霊スポットは行ったことあるんですね。あ、そうなんですか。例えばまあこの某 VF ってってどことか某チャイナタウンっていうもう名前出しちゃってるんですけど、いろいろ行ったんですけど、はいはい、全く感じなくてですね、この
霊感ない人でも絶対霊感を感じるって言ったところでも、はい、全然感じたことなくてですね、はい、もう今どうしようかなっていう感じなんですけど、いや、あの、はい、すごくいいことだと思います。あ、そうそうですか、はい、なんか何でしょうかね、守護霊が強いんですかね、分かんないですけど、あとはもう信念が強いんじゃないですか、信念が強いんですかね、分かんないです、あートやるぞって信念のおかげで、あの、そこは生命力に満ち溢れてる、あ、なるほど、はい、やっぱアートの力ってすごいですね、アートの力すごいですね、そうですね、だからなぜこういう話かっていうと、僕もですね、はい、あの大学時代からあの死んだ人間の方が強いなって、インチキだー、ゲンバランス悪すぎるって思って信念強くなると、はい、全くなくなりました。あ、そうそう全く怖いことがなくなりました。やっぱ気持ちの持ちようですかね、気持ちの持ちようですかね、はいはい、大事だと思います。はい、では一旦ですね、まあ、CM に回って後半もやはりこのギャラリーピンナップです、ちょっとあのいろいろお話聞いていきたいと思いますので、皆さんもぜひですね、何か気になることありましたら、はい、こうやってツイキャスの方でメッセージいただいていただければお答えしますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では一旦ですね CM の方に移りたいと思います。はい、CM です。はい、ツイキャスの方もいや、すいません、やってますよ、すいません、ちょっと僕の方が雑で、あ、いやいやすいません、あのパッと本当に怖い喧嘩がなくてパッと全然、最初人から聞いた話を出そうと思ったんですけど、あ、いえいえ、なんかなかなか思い出せなくて、そうそうそう、なかなか急にこんな話してくださいっていうのは僕もあのこういう仕事しながらできないと思うんで、あ、そうですか、それ一番ダメだろうっていう感じです、はい、出ないもんですね、なんか、はい、まあ、メグさんから何でもできそうですが逆に利用規約で NG なことってありますかってあるので、これはちょっと放送の方で、あ、そうですね、はい、お答えしていただきましょうかね、はい、ダイスーンが大丈夫じゃないです。あ、ダイスーンはあれなんですよ。あの、この怖い話苦手なんですよ。あ、そうそう。じゃあ、はい、僕が程よいかもしれないですね。程よいかもしれない。一緒に経験した怖い話もありますからね。あ、そうなんですか。はい、あ、親友さんですよ、ね。そうですそうです。これは割とその時は怖くなかったんですけど、後からが怖かったっていう。あ、振り返ると。振り返ると。あ、なんかそういうのありますよね。はい、あります。若かりし頃の話なんですが、ちょっとそれを、まあ、話してもいいのかな。まあいいよね。結構ガチなやつなんですか。まあ結構、まあ、ガチって言ってもあの、まあ、そういう心霊系ではないんで。ああ、はい、はい。まあ皆さん身の回りには気をつけてくださいっていうお話です。ああ、はい、そうですね。でまずはそうですね、43分ぐらいなので一旦。僕の方でお話ししてからまた後半メイグさんで質問した方に答えていきましょう。あ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。他にも、ま、皆さん質問がありましたらどしどし今のうち送っててください。お願いいたします。はい、時刻は午後5時43分を回ったところでございます。サザンブリーズ FM リノワからお届けしています。ですね、今日は、まあ、ゲストさんもいらっしゃっているんですが、まあ、テーマですよね、怖い話ということで、僕がですねちょっと経験した怖い話を一つお届けしたいと思うんですが、高校生の時、まあ、親友の、まあ、D 君、親友の D 君と、はい、親友の D 君、はいはい、一緒にですね、はい、近所の、大型ショッピングセンターのゲームセンターに遊びに行ったんですよ、はい、高校生の、はい、お昼ですよ、場所は怖くなそうですけど、場所は全然怖くないですよね、はい、でわーって楽しんでゲーム楽しんで、はい、夕方にもならないぐらい明るい時間帯に帰ったんです、はい、そしたら家まで帰る途中、はい、なんかちょっとまあ年齢そんなに変わらなさそうな、まあでも歯が抜けたりちょっとヤバそうな怖いお兄さんが前に立ち下がって、はい、お前ら俺の弟からカツアゲしただろこう絡まれてですねもう自分たちからしたら何のことか分かんないです、はい、は？いやいやそんなことしてないよ、はい、ゲームしてただけですよ、ゲームしてただけですいやいやあそこでやっただろう、はい、すごい食いついてくるんですよ。で
いやそんなことしてないけどなと思いながらガンガン来るんで、いやもう、まあ、関係ないから行こうって二人で行こうとしたら、お前らどこ、もうお前らここの中学校だろ、名前なんかって言われて、とっさに自分が違う名前で、ね、何々ですって言ったら友達も真似して、あ自分何々だよ、何のみたいな感じで行って通り過ぎたんです。したらその後その方がまた追いかけてきて、はい、次はバイクで来て、お前ら違う名前だったら痛い目に合わすからなみたいな感じでわーって通り過ぎてたんですね。はい。したら番号見えるじゃないですか。はい。なので普通にその後携帯電話でこうちょっと今こんな風に言われてこういうことがあったんですけどっていうのを通報したんです。はい、ああなるほど。はい。そしたら、はい、ここまでは何も怖くない話ですよ、はい、まあ、普通にああちょっと絡まれそうになって助かったよかったって話ですけど、はい、後日新聞で例のそのゲームセンターで遊んでいたところを、はい、警察が逮捕したっていうニュースが出てたんですよ。はい。ただその時にですね、俺は捕まらねえぞって暴れてナイフを出して警官刺して逃げるぐらい結構危ない人だったんです。これタイミングずれたら危なかったですね。これはちょっと怖かったですね。怖いですね。あ、ちょっとやばい人だったんだ、はい、というそういう怖さですね。という怖い話です。ガチですねこれは。これガチです。ガチです。 あったね。全然今鮮明に思い出したノーヘルも通報したなって、はい、友達の D 君が思い出したそうです。はいはいはい。もう経験者ですね。経験者です、はい、シュプリームさんは怖い話にならなかったと思うけど、キジムナって見たことあります？いやないです。キジムナでも見たことあるとかっていう人結構いますけど、ね、そう、僕ごめんなさい、さっき全然ないって言ってしまったんですけど、はい、この唯一あるのがキジムナを見たことあるんですよ。あ、すごいですね。でも僕はなんかあまり信じてないんですよ。まあ、はいはい、レム睡眠のなんかだと思ってるんで、はい、思ってないんですけど、なんかあるその時はまあ実家暮らしだったんですけど、はい、ある夜なんかこのその1週間2週間ほどなんか必ず同じ時間に起きる習慣があったんですよ、はいはい、もうその日その前の日に早く寝ようが遅く寝ようが必ずなんかもうなんですか、3時ぐらいだったかな、 3時に深夜3時に起きる、必ずぴったしに起きるみたいな感じの習慣があったんですよ、謎の、はい、で気にしてなかったんですけど、そんな習慣が2週間経った後ぐらいにまた3時にピタッと起きたんですよ。あ、また起きちゃったって言ったら、その時部屋のドアが開いてたんですね、はい、でなんかわからないんですけど廊下からすごい恐怖を感じたんですよ。でうわなんか怖っと思ったら金縛りになって、はい、そしたら廊下から黒いぶっとい指がこう部屋に入れるみたいな感じでポンってなんか置いてドアにですね、はい、部屋の中に、はい、でそれ 見たと思ったらめっちゃでっかいなんかキジムナっぽい髪型の黒い鍵がバンって襲いかかってきて、はい、で僕金縛りなんで動けないんで超高速で僕の下半身のとこまで来て、でかなんか足ら辺でなんかもぞもぞしてるんですよ、はい、で僕はもう金縛りでもうなんていうんですかね、目しか動かないんですよ、はい、体動かなくて、で目は下向けるんですけどよく何やってるか分かんないんですよ、はいはい、でゴソゴソしてしばらくしたら消えたんですけど、まあその後まああれは夢だったのか何だったのか分かんないんですけど、自分の時ってあれですよね、はい、寝て起きてるからのことなので、はい、ね、夢なのかどうなのか分かりづらいですよね。そうですね。まあ僕はもう次の日まあ夢だったのかなみたいな感じで過ぎたんですけど、はい、はい、僕も今ちょっとあったので思い出しました。あ、すごいですね。僕も結局一番最後にした怖い思い出が、はい、もう金縛りだったんで、それで、まあ、幽霊なんかより生きてる人間が強いと思うようになったんですけど、はいはい、だから割とやはり金縛りってこの夢とこの現実の境目といいますか、はい、だからそういったところなので、どういったことが起きてるのか頭もはっきり理解できてなくて、はい、それが怖いんだと思う。ああ、なるほど、はい、
不思議ですよね。不思議ですね。そういう状態って。はい。だから今日はなんかいいお話ありましたね。ありがとうございます。なんかでも、まあ、金縛り結構なるんですよ、僕。はい。だからそれの、まあ、あれは一部なのかなと思って、さっき怖い話したりとも、あの、なんていうんですか、自分の中ではあんまり怖い話となんか、しなくて感じだったんです。そうだったんですね。そうです。でここでもうあと6分ぐらいしかないので、あ、早いですね。はい、先ほど、メグさんから、質問がありましたね。何でもできそうなんですが、逆に、利用規約で NG なことはありますかって、ここにピンナップの。あ、そうですね。はい、まあ、ギャラリーピンナップで NG な面で言うと、はい、まあ、まあ、ドリンクは、まあ、まあ持ち込み禁止で、まあ、ドリンクは注文していただくのと、はい、まあ、実はフードは持ち込み OK なんです。あ、フードは持ち込み OK で、カフェスペースでそれを食べていただくのは可能なんですけど、ドリンクだけ注文していく、はい、してもらうのと、はい、あと何ですかね、一応ギャラリーが重視なので、もう本当に、まあ、予約とかでも、まあ、展示優先にしますけど、まあ、基本的にはまあ自由にできます。空いてれば、空いてれば、はい、何でもできるんですけど、ただ、まあ、イベントとかだと、まあ、音量制限とかはありますね。あ、音量制限があるのと、あと、まあ、夜、まあ、12時を超えない程度の、はい、まあ、利用でしたら、はい、可能ですので、そこですかね、エナジーと言いますと、はい、だそうです。レイグさん、どうでしょうか、はい、ご利用を考えないので、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。はい、で、やはりこういう、まあ、周りが大体ね、今人が入ってきたということで、なかなか音は出せないようなんですが、はい、まあ、それでもアートということで、まあ、こういう音とも今からコラボレーションもあると思いますし、いろいろやはり表現されたいって方は沖縄県内にいっぱいいらっしゃると思うので、そういった方にどんどん利用していただいて、でなおかつ興味があるよって方がいっぱい足を運ぶような場所にこれからそうですなっていただきたいということですよね。もう僕もですね、アートを勉強したいです。やはりもっとですね、この表現を、喋りの表現を今から磨けっていう話なんですけど、はい、そう、ちょっとまだまだですね、未熟なものなので、はい、まあ、こういういろんな小話をですね、どんどん貯めて、皆さんにどんどんいろんな情報をお伝えできるように、はい、勉強していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。何かお知らせとかはもう大丈夫ですか？そうですね、じゃあ改めてまた今やってる展示を、はい、ハイストロンコアフェイト、こちらブラジル出身の、パトリシアさゆりさんですね、パトリシアさゆりさん、絞り染色の、展示を、うちですね、宜野湾市前原新町にあります、ギャラリーピンナップにて、展示をやってますので、時間はですね、日曜日と今週、残り、まあ、今日含めて24、25、26、27日、日曜日までの、13時から21時まで、入場無料でやっておりますので、ぜひ足を運んでいただければ、嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ今日はですね、ゲストに来ていただいたギャラリーピンナップの、許田守也さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、でこちらからですね、あとは僕の方からのお知らせなんですが、サザンブリーズですね、初めても2ヶ月目ということで、来月からですね3ヶ月目入りますが、ここまでちょっとコーナーというコーナー僕作ってなかったので、来月はですね、来週がちょうど月末になるので、まあ、僕が普段 DJ してるって、まあ、いろんな番組でも言ってますが、音楽が大好きなんでね、ちょっと音楽を皆さんに楽しんでいただきたいということで、月末ですね、月末の方を、まあ、私キャンがお届けする、まあ、音楽スペシャルということで、この曲はですね、こういう風に楽しんだらいいですよとか、この曲はこういうことがあって面白いですよとか、ジャンルに問わずちょっと音楽スペシャルということで月末にしたいと思っておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。いつかリクエスト祭りにしようということで、そうですね、それもゆくゆくはそういった形にも、はい、していきたいと思いますので、いいですね、はい、皆さんぜひ
そうですね、こう双方向でちょっとできれば本当はいいんですけど、こうサテライトスタジオちょっとすぐですね検索してっていうのが難しいところなので、まあ、ゆくゆくはですね、はい、まあ、リクエストをお届けできるような、仕組みを考えていきたいと思いますので、皆さんぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということでお届けしたのはサザンブリーズでした。この後もですね FM ギノワ面白い番組続いていきますので、皆さんぜひこの後も聞いてくださいね。はい、では改めて来週の音楽スペシャル、皆さんお楽しみにください。ではお届けしたのは私キャンと、はい、巨田森屋でした。はい、ありがとうございます。では皆さんまた来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません、ね、もうわたわたつたない感じ。あ、いえいえ、すいません、僕も。カミカミですいません。僕の方がメインの僕の方が噛んでるんで全然大丈夫です。はい、ということで皆さんどうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今コンビニで弁当買ったらレジで期限が切れてるので新しいのに変えますと言われた。ある意味怖、怖いですね。コンビニで、コンビニでなかなか珍しい。危ないですね。大さんありがとうね。また来週も来てね。ということで皆さんどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまた来週ということでありがとうございます。ありがとうございました。